府軍との正面対決で優勢を取ろうと雷電将軍を前にした時、神の目を心臓にはめられた者たちで結成された部隊ではなすすべもないじゃろう。そんなこと言うなよ。こいつはまだメカジキ二番隊の隊長なんだぞ。蔑んでいるわけではない。むしろ彼らが弱く神の目を失った者たちであるからこそ、より大切にしたいと思う意志があるのじゃ。とにかく計画通りに行けば少しは役に立つ奴らじゃろう。おっと、そろそろ時間じゃ。わらわにはもう一人客人が来る。話の続きは鳴神大社に戻ってからじゃ。なんでいきなりお客さんの接待に行くんだよ。まったく、わけのわからないやつだな。さて、ここで話すとしよう。何時が気になっているであろう計画は、わらわがずっと考えてきたものなんじゃ。計画を立てるにあたり一番重要なことが何なのかわかるか？あ、なんだ？情勢を見極めることじゃ。メガリレーの発令は明らかに何者かによる誘導と言えよう。人形の将軍が持つ永遠への執着を利用したな。うむ、確かにそれが一番の裏付けとなっておる。メガリレーの発令と執行を思い返してみると、法令の遂行に関与していたのは常に天領奉行じゃった。あ、確か彩香が言ってたぞ。メガリレー反対の書類を上に提出しても、天領奉行と勘定奉行がすぐに否決して相談すらできなかったって。ああ、もう明らかじゃな。社奉行以外の二つはファデュイと結託しておる。ふん、欲に目がくらんだ愚かな人間よ。つまり現在ファデュイには情勢を攪乱する者が存在し、二つの奉行を籠絡して邪眼を広めておる。そして残念なことに、二つの奉行と雷電将軍の庇護により、その者の尻尾はまだつかめておらぬ状況じゃ。じゃあどうするんだ？切り口を稲妻人に変えるのがいいじゃろう。わらわは天領奉行が謀反するよう仕掛ける。天領奉行が謀反するよう？何言ってんだよ。天領奉行はもう裏切ってるんじゃないのか？わらわが言ったのは、天領奉行が幕府を裏切ったことではない。ある者に今の天領奉行を裏切ってもらうのじゃ。彼女を利用すれば、汝をきっと雷電将軍の前へ導くことができるじゃろう。幕府軍を率いる者じゃ。毎月この日になると神社にお参りに来る今日の客人でもあるの。そやつはもう背後におるぞ。動くな。お尋ね者が堂々と神社に現れるとはな。抵抗はするなよ。おとなしく奉行所に行ってもらう。奴を捕らえろ。はっ。九条、サラ。おっと、忘れたとは言わせぬぞ。ここは鳴神大社。ここで武力を行使すれば将軍への不敬となろう。何時らの中でその罪をあがなえる者はおるのか？ちっ、八重宮司様、もしやそのお尋ね者をかばっているので？どもと語らっていただけに過ぎぬ。かばうも何もない。まずは手下を引かせたらどうじゃ。話し合いはそれからじゃろう。お前たち下がれ。御意。では八重宮司様、神社でお尋ね者をかくまうこと。